人ならざる者の心を見たことがあるか。舞台は古代中国秦の時代。千年を生きる狐光天は人間と知恵比べをしようと博学と誉れ高い趙家のもとへ。果たして知恵比べの行方は。さまざまな時代で交錯する人間たちとあやかしの運命。人と人でない者たちが互いの世界に垣間見るものとは。そんな中、物語は大きく動き出す。皇帝の勅命で囚われた光天、果たしてその運命は。そして紐解かれる出生の秘密。古代中国を舞台に千年を生きる狐と人間たちのユーモアあふれる歴史ファンタジー。 MF コミック大賞受賞作「千年狐」コミックス好評発売中。私の名は光天。この広い天のもとに生きる千年の狐でございます。向こうの杉の木のモノマネ。